ともハッピーです。動画を見てくれてありがとうございます。まだの方、チャンネル登録お願いします。今日やっていくのはこちら、マジック・ザ・ガザリング最新セット、ゼンディカーの夜明けボックス開封やってきます。ついに秋の新セット、ゼンディカーの夜明けが登場ということでね、今回もボックス開封やっていくんですけど、いやーこれね、もう22年マジックやってても何回出てもね、新セットっていうのはワクワクしますね。そして最初のボックス開封はそんな中でも格別、このボックスがね、トモハッピーのどんなこれからの3ヶ月をね、どんな運命を指し示すのか、ちょっとおみくじ的な感じでも今日は楽しんでいきたいと思います。それではやっていきます。レッツ開封。今回はボックスのね、色は緑、パックの色も緑で、ここドラフトブースターって書いてあるのね、今回から今まででいう通常パック、これはドラフトブースターっていう名前になりました。他のね、より開封向けの、カード揃え向けのパックということで、セットブースターっていうのも出てます。冒険は再びゼンディカーへということでね、これ3回目の来訪です。初代がゼンディカーで、次が戦乱のゼンディカーで、今回ゼンディカーの夜明けということでね、プラス関連セットがあったんですけど、今回ちょっと割愛していきましょう。はい、ドラフトブースターの説明もこう書いてますね。ドラフトブースターでは伝統的なマジックのブースター体験が楽しめます。レアカードか神話レアカードが1枚、アンコモンカードが3枚、コモンカードが10枚入っており、ドラフトやシールドも最適です。運が良ければプレミアム版カードが手に入るかもしれません。こんな感じでいろいろ書いてます。さあ開けていこう。さあこの隙間にハサミを入れると箱も傷つきづらくていいです。さあオープン、ドドン。そうなんです、今回も入ってます、ボックストッパー。ワンボックスに1枚ね、特別なカードが入ってます。これが何出るかっていうのは結構重要でね、はい、これ最後に、取っておきましょう。そして中身は36パック入り、ワンボックスでお腹いっぱいハッピーになれちゃう。ちなみに今回はね、当たりはオムナスっていうカードが4色もね、出すのにマナかかるんだけど、かなり強力で、もう参考価格5000円ぐらいしちゃってます。で、他にも2000円オーバーのね、当たりがたくさんあるんで、いや結構ワクワクしますね、楽しみです。やっていきます。さあ、そうこれね、両面カードっていうのが今回あって、裏面がマジックじゃなくて裏面もカードになってるっていう、それをね、スリーブなしで遊ぶ時用の代理カードで、これは裏面マジックになってますと。これ表のカード何、裏のカード何って書いて、まあ、ここはイラスト描きたかったら書いてねみたいな感じなのかな。公式の代理カードが入ってます。で、このね、裏の背景のイラストがこの、ここ9分の5って書いてあるんですけど、この9種類集めるとね、このイラストが、背景イラストが揃っちゃうということでね、これ9枚集まるかっていうのもちょっと見ていきましょう。ワンボックスでね、はい、じゃあやっていきます、どどん。はい、ゼンディカーといえば最初にこのフルアートトッチがね、通常セットに封入されたパックですからの、お、ホイールのフルアート、縁起ですね、もういきなり縁起。大吉か、これ大吉ボックスか、ドン。カルガの威嚇者、2マナ31で戦士をブロックできない、臆病者では戦士をブロックできない、面白いな。1マナでこのターンにまだ選ばれてないもの1つを選ぶ、短所寺までフライチだったり、クリーチャー1体を臆病者にできたり、おおすげえ突破力あるな。戦士1体にトランプラー与えたりすると、うん、なかなかいいですね、戦士デッキで使うのかな。はい、そんな感じで、あとまあアンコモコモね、今回マジックアリーナ生配信でね、たくさんドラフトしてるんで、そっちでね、アンコモンコモンは結構見てるんで、今回はボックスで大ボリュームということでね、レアだけ見ていこう。はい、9分の6、いきなりもうかぶりなし。ほい、キャリクスすごいな、017、こいつはね、相手が助教とかこいつに唱えるのに2マナ多くなるのと3マナで島分パワーを上げることができます。あ、違うか、島分パワー上げて島分タフネスは小さくなるっていうね、なんか面白いカードですね、今までにないカード。ほい、お、コピートークン、珍しいですね。これね、前回ダブルマスターズで初登場しました、コピートークン。そして山、なんか結構書き込みがすごい山。オーラー、あー、ドラフトでは強いな。4マナ33ハンコンで、こいつか他のクレリックが一体死亡するたびに、それよりマナが小さいクレリックを墓地から戦場に戻せます。ミッドでは強かったです。さあ、神話レアまだ0枚、期待が高まります。お、これも被りなし。沼、氷の薬瓶のホイール。スカイクレーブの影、2マナ31でね、ブロックはできないんだけど、上陸で墓地から唱えれちゃうっていう、あとキッカーで3マナ追加で払うことで、防3で出せちゃうっていうね。はい、このキッカー今までは何度も登場してますが、
追加コストを払うことでよりね強いカードとして使えるっていうのがキッカーです。通常で唱えちゃうか温存しといてキッカーで出すかっていうのが結構プレイのね判断どころになって選択肢になって面白いです。もう9分の7全部被りなし、ハッピー。平地すげえ、トルネード平地全然平らじゃないな。はい、オンドゥの天地8マナで土地でないパーマネントを全て破壊するっていうね、もともと6マナであった次元の浄化っていうカードの重いバージョンなんだけど、それもそのはず、なんと裏面ね土地で出せちゃうっていうタップ状態で白マナ出る土地として出せちゃうから、序盤は土地としておいて後半は結構もう大逆転カードというかね、場をさらちんできるカードで、まあ、結構これね呪文として見ると弱いんだけど、土地として見るとタップインの土地なんだけど、おまけに後ですごいことできるカードとして見ると結構強力です。なんかね表から見ちゃうんですよね、表の呪文だから。でも裏ベースで考えると結構ね強いカードが多いんですよ。ドラフトしてて思いましたね。さあ高級王の野心家、これはね構築戦ではもしかしたらいけるかも。2マナ11でターンの自分のターンのね戦闘の開始時に自分のクリーチャー1体をプラスしていけるっていうプラス1カウンターのステクンで、毎ターンねどんどん攻めやすくなっていくっていう。2マナでねなんか出たターンから1個置いてで違うのに置くと戦力の分散としていい感じになるんで、まあ、結構強いな。5ターンぐらい過ごした場合は2マナで11プラスなんか55分のサイズがあるから構築でも全然ありますね。こいつはねドラフトではもちろん強い、かなりボムレアの一種なんじゃないかなって思いますけど。お9分の8すごい、いきなりもうなんか9回出たら揃ったりして、あーこの森大好き。イラストめちゃめちゃ良くないですか。これもう1枚のアートとしてめちゃめちゃいいもんな。はい、絆当たる一撃グラークマン、すごい。まだ神話レア、一番ハイレアリティな神話レアは1枚も出てません。こいつは何だったんだ。グラークマンは3マナで001プラス1プラス1カウンターが3個からつ状態で出てます。つまり3マナ33で、他のあなたがコントロールしてるクリーチャーが1体死亡するたびにそれにプラス1カウンターが置かれた場合はこいつにプラ1カウンターを置く。なるほどね、プラ1カウンターコンセプトのデッキ用のカードかな。でこいつが死亡した時に XX のクリーチャーを生み出します。これに置かれてるプライチカウンターの総数に等しいです。すごい強力だな。これ赤ターンとかでこいつ相手エンドされたら33出てきて火力1回打って落としてもまた33出ちゃうっていう、かなり面倒くさいですね。結構使うかも、もしかしたら周りのカード次第ですね、コンビネーション次第にはなってくる。さあ神話レアが出ない、出てほしい。神話レア1枚も入ってないエラーボックスなんてねあったら、おおびっくりした。これ44金色の44ってオムナスなんですよね。1番の大当たりのオムナスと同じだから、じわじわめくるスタイルだったらねもっとドキドキできたのにと思ってちょっと後悔してるんですけど、はい、こいつも結構強いです。ヤシャン白緑無職人で、場に出た時山札から森とね平地、基本土地の森と平地を1枚ずつ探して手札に加えれます。だから1対3交換なんですよね。もうしかも44で結構ね戦力なサイズなんでいいかなって感じですね。でプレイヤーは呪文とあたり能力を起動したりするためにライフを支払うことも土地でないパーマネントを生贄に捧げることもできない。これ相手の対策も兼ねてるんですよね。まあ自分これ使うなら当然そういうの入れないんで、結構すごいな。これは白緑でデッキ組みたくなる1枚です。あ9分の6かぶった、残念。この森もいいな、使いたいな。なんかおしゃれ、なんか木が空に浮いてるタイプの森なんですね。不思議な世界観の。おーこれ出たよ、神話レアホイル天使、運命の天使、すごいやん。だからもうおみくじ的には運命が天使ってことで勝ちましたね。もうスーパー大吉5マナ26飛行2段攻撃、そうだこいつなんか不思議な効果だったんだよな。5マナ26飛行2段攻撃で自分のクリーチャー1体がプレイヤーに戦闘ダメージを与えるたびに自分とねそのプレイヤーはその点数に等しいライフを得るっていう、だからこれで2段攻撃で4点2点2点4点ドンドンって与えてもその分お互い回復するっていう、だから自分のライフが増えていく、殴れば殴るほど相手のライフは減らないんだけど自分のライフは増えていく。で細かいこと言うとね相手が残り2点の場合はライフ回復する以前に2点与えるんで倒せるんだけど、変な感じですよね。で自分のライフ増やしてって自分の終了ステップの開始時に自分のライフが初期ライフ総量よりも15点以上多かった場合、35点以上あるいは統率者戦だったら55点以上あれば、なるほど運命の天使がこのターンに攻撃したプレイヤーはそれぞれこのゲームに敗北する、最終的に1回殴る必要はあるんだ、出してその終了ステップに倒しますはできないけども、結構ね除去耐性はないけども面白いカードを出し天使なんで、まあ、強いて言えばイラストが人気が高いタイプの天使じゃないけど羽6枚生えてるけどみたいな感じで、不思議な、本当に不思議なやつですねこいつはね。荒狂う騒音2マナソーサリーで
各対戦相手8枚山札削るっていうね、切削、最近変わったキーワード能力、切削は相手の山札を削るっていう効果なんですけど、相手じゃなくて山札を削るっていうか自分を切削っていうのもありますもんね。で2マナで8枚切削、キッカー払って6マナで打ってたら各対戦相手は自分のライブラリーを半分にすると、半分削ると、かなり削ってくれますね。お、9分の4、20日は。おー、来た、熱い。拡張アート版の河川滑りの小道、いい土地なんですよ。表で出すと青マナのアンタップインランド、裏で出すと赤マナのアンタップインランド。しかもね、イラストも対照的で、滑空車がこう奥に向かって飛んでいってる青マナ出そうな感じの場所と赤マナ出そうな感じの場所で2枚集めて裏表こう横に並べてあげたいですよね。対照的ですごい綺麗。いやー、いきなりこういうね、拡張の両面とかね、とんでもカードが出るから面白いですね、このゼンリカ。おー、運命の天使、神話ヘアが今までまだ2枚しか出てなくて2枚とも同じカードっていうね、嬉しくはないな、これ当たりじゃないだろうな。運命の天使はドレイク森からのターボラックス、なんか見た目的にはもう強そうだけど、デーモンクレリック、デーモンクレリックってすごい珍しいな。希望の下ボラクサス、アマナニーに飛行で、こいつの上にプライチカウンターが5個以上置かれてる限りこれは反抗を持つ。ほう、5個以上どうやって置くの。他のあなたがコントロールしていて遠くないクリーチャーが1体死亡するたびにこいつにプライチカウンター1個置くと、そのクリーチャークレリックだったらカード1枚引いてもよくて1点のライフを失う。クレリックデッキで使うのか、まあ、そうじゃなくてもなんかプライチ乗ってく生贄系のデッキっすね。さあ9分の8かぶりかな。タジュールの模範、はい、出ました、パーティーのレアカード。ついにこいつはね、ウィザードとクレリックと戦士とならず者でもあるっていう、この4種類はパーティーっていう効果の参照になる種族で、それらをね最大1体ずつ数えてこういくつパーティーのクリーチャーをコントロールしてるか、パーティーを何人で構成してるかっていうのでボーナスがあるカードがね、いろいろマナが軽くなったりとか追加の効果があったりとか、そういうカードがねいろいろあります。でこいつは2マナ3、2で、まあ、種族エルフかつウィザードクレリック戦士ならず者で、まあ、すごいこう種族系のシナジーでは便利なカードなんですけど、サイズもいいしね。でさらにはキッカーすると小物を出すと戦場に出た時に山札の上から6枚公開して、その中からこれと共通のクリーチャータイプ1枚を手札に加えて良いと、アドバンテージも取れるしテンポもいいっていうね、なかなか贅沢なカードですね、便利。まあ、このパーティーが構築戦であるのかどうかっていうのはね、ちょっとなかなか難しいところではあります。おー、早回りは設置、4マナでプライチカウンターを2つ乗せてクリーチャー化してもいいランド。ポイントはね、クリーチャー化してもいいだけでしなくてもいいですよね。だからしばらく貯めて貯めて貯めて、でっかいサイズになって火力で焼かれなくなってから殴ってもいい。おっ、9分の9、いいね、揃っていきますね。カーザ、これは2枚目嬉しい。こいつは2マナ1に飛行速攻で、タップでこのターンに次のインスタントやソーサリー呪文を唱えるためのコスト X 少なくなる。 X はウィザードの総数に等しい。こいつがウィザードなんで、そもそもインスタントソーサリー用のマナクリーチャーみたいな感じで機能するし、速攻もついてるから出してすぐね効果を及ぼしてくれるんで結構いいのかなと思います。ウィザードデッキで なんとかっていうのは結構難しいかもしれないけど、単体としていいですね。お、来た、岩山破りの小道は赤マナ土地で置くか緑マナ土地で置くか選べる。森とかね山じゃないんでそこはご注意ください。はい、遺跡の碑文、3マナの1個選ぶと、相手はカード2枚捨てるか自分の墓地からマナコスト2以下のクリーチャーを戻す、戦場に戻すか、マナコスト3以下のクリーチャーを破壊するか。結構強いなこれ、3マナでなんか1個1個は弱いんだけど、選べる効果が全部それ1枚で、特に1個目と2つ目はそれ1枚でカードになってリミテッドだと使われることがあるぐらいのね、これ普通に強い。まあまあ儒教、まあまあハンデス、真ん中まあちょっと弱めの回収みたいな感じで3マナで1個選べる、これだけでも便利なんだけど、さらにはねキッカーついてて4マナ追加、7マナで打つと全部できちゃうっていうね。だから最大何対何交換、1、2、3、4、最大7マナで1対4交換できるっていう結構ね面白いカードです。序盤から打ててこう結構ね大技にもなるっていう、ときめきますね。結構デッキに入れたいの、入れて使ってみたいの。そろそろ出るんじゃない、シンワレア、レア兵団の統率者、4マナ33で、出た時にね自分のパーティー構成クリーチャー分の11トークンを出せるという。だからこいつ戦士だから4マナで33プラス11がミニマムで、4マナで33プラス4体出せちゃうこともあるっていう、なかなか
いいカードですね。で、自分の戦闘の開始時に自分のパーティーが全員揃ってると、ターン終了時まで自分のクリーチャーはプラス1-0&破壊不能っていうかなり強力な追加技を持ってる。結構強いカードが多いよな今回。なんかそのやりすぎカードは少ないように見えながらも結構いいセットだなと思います。はい、こちらのベールはスポイル。敏捷な罠探し2マナ21で自分がこのターンに他のウィザードやクレリックや戦士とならず者を、まあ、パーティー系のクリーチャーですね、自分のコントロール下で戦場に出していたならこいつはブロックされないと。2マナ31なのに回避能力もついていくと。で、自分の戦闘の開始時にパーティーが全員揃っている場合は、ターン終了時までこのクリーチャーがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたびカードを1枚引くを得る。かなり強力だな。この白のやつと一緒に使いたいですね。パーティー全員揃えたり、そしてドラフトだったらね、これはもう2マナ21の無色の、あの全員パーティーね、全部の種族を持ってるクリーチャーがいるんですけど、そいつが重要になってきますね、こういうやつら。取ってたらね。さあ、ザグラス全然シワラーでない。6マナ44、自分のパーティー分軽くなる飛行接し速攻、強力だな。赤黒はね、ドラフトでパーティーカラーなんですよね。つまり種族がそいつらで散らしやすいっていう色で、かなり所定取りたいな、こいつは。もう色拘束きつくてね、赤黒でしか使わんけど取っちゃう、所定で強い。あなたがコントロールしてるクリーチャー一体がプレインズウォーカー一体に戦闘ダメージを与えるたびにそのプレインズウォーカーを破壊する、まあ、ちょっとおまけ的な効果だけどね。全然これ構築戦でもあるかもしれないですよ、プレインズウォーカー出てくるしね。オランリーフまで3マナ22で、戦場に出た時自分のクリーチャー一体の上に1個置ける。こいつは攻撃するためにプラス1カウンターが置かれている各攻撃クリーチャーの上にそれぞれプラス1カウンターを置く。プラス1カウンターデッキでは強力ですね。さあ、神話レア引けよ、そろそろ引かない、全然出ない神話レア。こんなボックスある？どうしたのサリア。3マナ飛行摂氏反抗のパワータフネスが1-3なんだけど、パワーはそれよりも上がるよっていう、上がる場合があるよっていう感じで、こいつのパワーは全ての対戦相手の墓地にあるカードのカードタイプの総数に1を足した値に等しい。強くない？3マナ飛行摂氏反抗1プラス。だって出したターンから別に3マナ13飛行摂氏反抗で悪くないですよね。別にクリーチャー相打てるし、殴れば1点与えて1点回復してライフ差つけていくし、全ての対戦相手の墓地にあるカードのカードタイプの総数に1を足した値に等しい。あとゲーム中盤になったらこれも3マナ43飛行摂氏反抗とかで結構ね、相手が3種類落ちてるなんていうのは全然普通にあるんで、あ、これ強いと思います。フード破壊と一緒に使いたい。以前ゼンリカ、最初のゼンリカであった吸血鬼の弱しっていうね、あのカードのかなり強力になったリメイク版っていう感じしますね。狼騎様術ホイール、ナヒリの石星術、神話レア出ないな。そんなボックスのバグり方ある？赤 X、 土地 X 子を生贄下げる。これにより生贄下げた土地1つにつきカード1枚引く。このターンあなたは追加の土地を X 個プレイしてもよい。このターンあなたがコントロールする土地はタップ状態で戦場に出る。上陸っていうね、土地を置いた時ボーナスがあるメカニズムとのコンビネーションで使うカードです。はい、ホダコのホイール。さあ、白黒の土地が出ました。これ嬉しい、何枚引いても嬉しい。でも新ハレアは出ない。まあ残りいっぱい出るんでしょう。楽しませてもらいましょう。おー、出た新ハレア。石星エンジン、石星エンジンのこの漢字の並びを見ると正常石井さんを思い出すな。4マナ伝説のアーティファクト、2タップで起動型か誘発型能力をコピー、3マナタップでインスタントかソーサリーコピー、4マナタップでパーマネントをコピー、パーマネント呪文をコピーか。自分のね、全部自分のやつだけ。面白そうだけど統率者戦向きなのかな、どっちかっていうと。ほい、リンバーラ3マナ33飛行、なんかおまけについてる。この時点で強そう。最近ね、デメリット能力ってあんまないですからね。リンバーラは自分の戦闘の開始時にパーティーが全員揃っている場合、対戦相手がコントロールしている土地内のパーマネント1つを対象として次のターンまで攻撃もブロックも起動型能力も封じれると。で、こいつを生贄下げると呪文か破壊不能を選んで、ターン終了時まであなたがコントロールしているクリーチャー総能力を得る。え、すごっ、全員すごいやん。これ全体除去対策として普通に強いな。もうパーティーの全員揃ってるはおまけだと考えて、普通に3マナ33飛行で生贄を捧げて全員呪文全員破壊不能ができる、どっちかできるってのはかなり強いと思いますよ。はい、フェリダーの撤退いいですね。猫いっぱい出ちゃう系の上陸、土地置いた時にどっちか選べて、22猫を出すか自分の全クリーチャーにプライチカウンターを乗せるを置くか選ぶかっていうね感じのカードです。長期戦強し、9分の9だな。また被っちゃいますね。お、デメリアの呼び声ホイール、これお得ですよ。裏もホイール、まず裏から行くと通常のタップイン土地、
他のと同じタップインで出すこともできるし、3点払うとアンタップ状態で場に出すっていうねオプションもあります。だから3モード選べるんですね。タップインと地、3点払うと地、そしてちょっと裏見えちゃったけどね、7マナソーサリーで飛行を持つ白の44天使を2体出すと。で、自分の次のターンまで自分のコントロールしている天使じゃないクリーチャーは破壊不能を得ると。天使出すのに天使じゃないクリーチャー破壊不能なんだ。でもこれはねかなり強力なカードですよ。だって普通に土地でタップインアンタップイン選べる土地で、まあそれでも平地よりは弱いんだけど、ただのタップインランドよりはマシっていう存在で、かつ表がね長引いた時やることいかついですからね。で、火山獣のマンモス、こいつは3マナ33上陸でプラニになるね、シンプルにでかいクリーチャーです。エラーがタップインランド。ショーケース版出ましたね、これはいいパックだった。風の達人4マナ1は飛行で、場に出た時カードを2枚引いてその後カードを1枚捨てる。もう出した瞬間枚数得してるんでね、受けられても大丈夫。で、インスタントかソーサリーかウィザードを唱えるたびに、こいつをね41か14にすることが選べると。まあ14なんで変えるとしたら1回41にして、でその後またね形状飛んできたらまた何かしてタフネス上げる、守るっていうこともできますね。あーこれ大好き、強い。あの2マナ21で威迫反魂でこのままでもいいっていう感じなのに、キッカーでね戦場に出た時に6マナで出してたらってことですね。6マナで出してたら墓地からクリーチャーを1体場に戻せるっていうね、いやかなりいいっすよね。中速のデッキで使うといいのかな。2ターン目こいつ出してもいいし、テンポ欲しかったら2ターン目出して威迫反魂で普通にね閉じていくのが強いし、中マナ圏のクリーチャーを出して戦って、その後にね引いたこいつはもうアドバンテージクリーチャーとして使っていくと。さっきの弱しとか回収したら結構強そうですよね。2、3ってこいつ弱しって出して、まあ、弱しやられなかったら結構勝っちゃうんで、おそらくね。で、その後ね、行くと6マナで弱し拾ったりすると、お来ました、オムナースやったー、すげえ引いたわ。なんだこの嬉しさ、44金色 M 参考価格5000円ぐらいの大当たり引けちゃいました、やった。想像の座オムナスは赤緑白青っていうね、かなり出しにくいんですけど、もうすでにねこれアリーナで活躍してます。場に出た時にカードを1枚引く、出すのは大変なんだけど4マナ44でカードも引けちゃうからもうほぼノーリスクで出せますと。で、上陸で土地出したら4点回復、だから出してすぐ土地出せる5ターン目出すのもありですよね。1回目の上陸だったら4点回復、2回目の上陸だったらこの同じこいつのコストと同じ4マナを加える、で3回目だったら各対戦相手と自分のじゃないプレインゾーカー、相手のプレインゾーカーに4点ダメージを与えると。いやーかなり強力なカードです。2個目の能力もねとんでもないマナジャンプできちゃうから、キッカーのカード対象いいですよね。普通に唱えてもいいしね、なんかマナ追加で払うと爆発的効果があるようなキッカーのカードとか、それこそねエメリアの呼び声、さっき聞いたこれみたいな土地で置いといてもいいんだけど、表でねめっちゃ重いマナで打つと強いみたいなカードもオムナスのご機嫌次第で狙っていけると。おお、睡蓮のコブラ、初代ゼンリカーより再録されし、昔は神話レアだった睡蓮のコブラは今回はショーケース枠で出ました。ラッキー、2マナ21上陸でね好きなマナ出せちゃうっていう、このでこの睡蓮のコブラはね、まあ、ロータス系のカードで、このロータスって言ったら初代はブラックロータスから始まるんですけど、ロータス系のカードっていうのは好きなマナが出せるっていう効果で、こいつがね上陸で好きなマナ出してくれるっていうね、ゼンリカーのロータス、いやー嬉しいな、オムナス引けた。あともうトッパーでね当たり引いてバンバンザイスーパー大吉でしたっていう感じでいきたいですね。もうこの時点で大吉確定。マグマの媒介者、あーこれも好き、2マナ13で自分の墓地にインスタントやソーサリーが4枚以上ある限りプラス3、1修正を受けると。これ結構ハードル高いんですけど、ね、うまくいけば2マナ43とで、タップしたカード1枚捨てて山札から2枚追放してそのうち1枚選んでプレイしても良いっていう、なんかドロー系のね効果も使えます。余った土地とかを捨てて起動するとハッピーですね。はい、また神話レア出るだろうな、大山猫ホイルからの毒六抱きの一撃。これあれだな、裏は、タップインオア3点払ってアンタップインで、表は赤赤 X でクリーチャーかプレイゾーカー合わせて最大2体を対象とする。でこいつはさらに X 点のダメージをあなたが望むように割り振って与える。まあ3払ってたら赤赤プラス3払ってたら3、5払ってたら5を好きなのを割り振る。で X が6以上であったなら2倍の点数のダメージを割り振って与えると。6以上か、
これこそオムナスと一緒に使うのかなっていう感じだね。さあ神話ではまだ出るでしょ、まだ3枚。そうだな、エメリアの呼び声もフォイルだったから、フォイルの神話では2枚引いてる、すごくない？お、ショーケースフォイル、珍しい。軍団の天使、これ面白いカードですね。4マネ43飛行でゲーム外から同じ名前のカードを持ってきて手札に加えれると。おー来た、2番目あたりも来た。開門の嵐呼び、2マナー21で戦場に出た時に次のねインスタントかソーサリーをコピーできると。コスト2以下だけですね。コスト2以下のやつを唱える時にコピーできると。でキッカーしてると2回コピーできると。普通に使っても強いんですけど、かなり面白いカードで、あのマジックアリーナのねヒストリックっていう種目で3キルコンボデッキがあって、神聖化との2枚コンボで3キルできちゃうっていうね。いやすごく見てて楽しかったですね。ローグさんっていう方が配信してたんだけど、すげえ面白かったです。いやー当たり当たり引けてる。そしてラスト1パック、これも神話では出てもおかしくないな。はい、サンゴカブトの年代記変者、漢字が多い。サマナニーで自分がキッカーされている呪文を耐えるためにカード1枚引いて1枚捨てると。でこいつが戦場に出た時、山札1枚からカード5枚見て、その中からキッカー呪文を1枚手札に加えると。はい、キッカーデッキのカードですね。ドラフトでは結構強いです。ということでめちゃめちゃな当たりボックスですね。もう大吉です。ありがとうございます。じゃ最後ボックス突破いっちゃいましょう。これ何が出るかな。魂の洞窟が1番の当たりで、青緑のフェッチランドとかね、青赤のフェッチランドのやつが2番目の当たりかな。せーのドン。あー、いやーこれもでもいいカードです。大当たりじゃなかったけど、特別観覧室、あなたの対戦相手が1人以下である限り特別観覧室はタップ状態で戦場に出る、黒か赤マネを出すと。まあ、つまり統率者戦、多人数戦だと常にもうアンタップに出てる黒赤ランドなんで、まあ、もう色が合ってたらね使うよっていう、絶対使うよっていう感じのカードですね。かなり強力な統率者専用の土地です。この土地はねバトルボンドっていうパックで収録されて、でそのパックがあんまり流通量多くないんで結構ね高騰してます。それの特別バージョンということでね、結構見た目がマットな部分とツヤってる部分があって面白いカードなんですよね。いやーというわけでね、ボックス開封大当たりでした。ハッピー。はい、ということでよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。